こんばんは、絶壁頭という言葉がありますよね。まあ、あの普通あの後頭部ってのは後ろの方にちょっと出てて、首筋のところでまたスッと戻ってきますけど、あの、まあ、絶壁の方っていうのはあの、まあ、多分その頭の一番のてっぺんからその後ろへの膨らみがちょっとない人のことを言うのかなとは思うんですけど、あの絶壁はねまだいいんですよ。あの僕の場合ね、あの陥没してるんです。これがどういうわけか、あのいわゆる絶壁プラスっていうかマイナスですね。あの陥没しててね、でしかもあの頭のてっぺんを触るとかすかにね、くぼんでるんです。で両側がね少しだけこんもりと隆起してるんですよ。だからまるでね、あのちょっと オーバーな言い方をすると角のようになってるんですよね。鬼の角のように。でしかもその、後頭部がね、絶壁ならぬ陥没頭だもんですからね、これ僕ねいつからこうなったのかっていうね、いわゆる後頭部喪失の、謎に迫るね、あの時間の旅に一回出てみたいな、まあ、時間の旅っていうのは要は昔のアルバムを見て、正面から映ってるやつは分かんないんですよ。だから今回のあのシーンズっていうアルバムも上手にね、あれ後頭部がうまく分からないんですけど、例えば横から写ってる写真とかをなんとか探せばね、昔からあのこの絶壁もしくは陥没だったのか、まあ、昔はちゃんとあったけどもどっかの段階からなぜかねあのなくなったのか、まあ、その辺の謎をね、探りたいなと、思ってるんですけど、で、今日のお話は何かって言いますとね、この陥没してる場合っていうのはね、あの頭を切るのが非常に難しいはずなんですよ。だから僕ね松山千春さんなんか本当ね羨ましいなと思うのはね、あの人はあのスキンヘッドになってもねむしろかっこいいじゃないですか。それはね頭の形そのものがいい人はねもう毛はいらないですね。だから千春さんの何が僕羨ましいってね、あのスターの座だったり声量ね、歌の上手な部分とかそんなことよりもね、あの後頭部が羨ましいですわ僕は本当に。でね、要は何年ぐらい前ですかね、まあアクエリアスの当時はね美容院っていうとこ行ってました、美容院にね。ところが会社をやりだしてから、まあ、そんなにめかし込む必要もないですしね、まあまあ普通でいいから、床屋さんにねずっと行ってたんですよ。で床屋さんはね、まあ、ヒゲも当たってくれるしね、ちょっと軽いマッサージもしてくれたりしてね、まあ、それはそれで、非常に気持ちのいい時間なのでね、ずっと床屋さん行ってたんですけど、またある時期からね美容院にね変わるようになりました。何年ぐらいになるかな、前行ってたとこはねあまりね、僕のねこの頭の陥没をね気にしないで切っちゃうんですよね。従いましてね、僕の頭が陥没してると、まあそれをカバーするような切り方ではなくて、まあそれが陥没してようがしてまいが、まあ決まったやり方できっと切るんでしょうね。だから実にねやっぱ不格好な頭の形になっちゃうんですよ。でところがね、今言ってる美容師の先生はね、僕は千種区の茶屋ヶ坂っていうところに住んでるんですけど、そのすぐ近くにね茶屋ヶ坂の基幹バス通りっていうのがあって、アピタ千代田橋店って言いましてね、大きいねショッピングセンターがあるんですけど、そこのねちょうど真向かいにねサロンドパリスっていうね美容院があって、そこのね、小林先生にね僕はずっと切ってもらって、名古屋のね徳蔵のライブの時はね、必ずねお越しいただいてます、石川君と一緒にね。でね、僕いつも思うのはね、彫刻家ね頭を切ってもらうんですけどね、まるで僕先生にもよく言うんだけど、彫刻をやってるようにね切りますねってよく言うんですけどね。だからハサミでチョキチョキと切るというよりも、なんて言うんだろう、要はカミソリみたいなやつでシャシャシャっとね、まるで彫刻を、彫るがごとく、頭を切ってくれるんですよ。まあ他の美容師さんもねそういう風にされるんでしょうけれども、でその先生はねやっぱり当然陥没してる部分とその下に
出っ張った部分というか、まあ、戻ってきた部分っていうのがあるんで、そこを上手にやらないとすごい変な頭になるっていうことでね、そういうことをまあ理解してね、あの僕用のまあ切り方というのをね、先生は工夫してやっていただいてるみたいでね。でね、あの今日は何をこれは言おうとしてるかっていうと、いわゆるその通り一辺倒のお仕事、まあおざなりの仕事、そういえばあのふっと思ったんですけど、おざなりとなおざり、これね面白いですよね。おざなりなおざり、これ辞書で調べますとね、非常によく似たあの意味なんですけど、おざなりというのはですね、その場逃れにいい加減に物事をする様、まあ当座を繕うことというようなことですね。でなおざりっていうのが、いい加減にする様、あまり注意を払わない様、おろそかにすることというようなことですね。だからおざなりとなおざり、似たような言葉ですよね。頑張ると番がるね、これと一緒です。で僕の話はねすぐよそへ飛んでっちゃうんでいけないんですけど、要はねその通り一遍と対象物が何であれ同じ仕事をするというのはあのつまんないとも思うし、まあ、お客さんの望んでるところにね到達していないということになるんじゃないかなと思うんですよね。まあそういうそのなんて言うんだろう、臨機応変にその都度工夫をして、時にはその、方法論にないことをやってみたりとかね、自由に冒険してね、仕事をする、もしくは仕事ではなくても何かの行為をする、こういうその変幻自在というかクリエイティブなものの考え方をする人と、それのできないタイプね、僕はあのなるべくね、あの何でもやろうとするタイプなんですよ。僕はあの結構工作が好きでね、日曜大工なんか大好きなんですけど、このスタジオをね建設するときに、まあいろんな大工さんが見えたんですけどね、何でも工夫してね、俺こんなことやったことないけどさって言ってやってくれる人と、あそれはね大工の仕事じゃないから、うんそれやらないとかね、明らかに分かれるんですよ。なんか大工さんっていうのはあの物を作る仕事だからね、すごく僕なんかは楽しそうに見えて、何でもやってみるという人が大工さんになるのかなと思ってたら、いやいやそれは大工の仕事じゃないでなんてね言われて、と思ったこともありましたけどね。まあ要はあのどんなことでもね、その臨機応変、そしていろいろ工夫をしながらね、やってみたいなと思ってます。第9回目のラジオですけれどもね、おざなりにならず、なおざりにもならず、番がってやってみたいと思います。原潤ザレディオ。まあ、あの詰まるところがですね、人柄ですよね。人格、性格、人柄、まあ、要はあの個体差ってことですね。いろいろやってみるってことはね、手間もかかるし、まあその面倒くさいとかね、でもね僕は逆に楽しいと思うんですけどね、あのやったことないことをやってみる、まあ僕はあの楽しいなと思ってここまでやってきました。ただねちょっと矛盾してますけど、もう僕はやめようと思いますね。僕はあの大工仕事が大好きなんでね、身を見よう見まねで素人大工やってますけどね、大工のできる作曲家とかね、そんなことを言って面白がってた時もありましたけど、もうあの僕はあの今やっているこの音楽、再開の活動一本に絞ってね、やっていきたいと思います。そんなことでね、前回のあのエモーショナルの話をしましたらですね、おじいさんたちがまあなんかがぜん喜んじゃってというか、懐かしいんですね本当に。なかなかね、僕今回のね冒頭のうんちくはね、友ね、友達の友、友についてねちょっと話をしようかなと思ったんですけど、まあまだちょっと成熟してないのでね、お話がまた次回以降にしたいと思いますけれどもね、まあ本当に17、8からどうだろうね、30過ぎぐらいまでの間っていうのは、まあ最も多感で、そして気楽で、まあ何やってもまあもちろんものによりますけどね、程度によりますけど、何やってもまあ許される世代というか、本当に今池時代楽しかったですね。
まあ、このお話はね本当にあの知らない人が聞いたらうんざりするぐらいわけのわかんなくて めんどくさい話だと思うんですけど、まあ彼らがコメントにいろいろ書いてきたもんですからね、笑ってしまいました。だからヒロ君アン君はね、なんか今でも一緒にバンドをやってるらしいので、まあ昔をね思い出して、どんどん頑張ってね活動してもらいたいなと思います。あとあの余談ついでにね、僕があの昔風紀委員長をやってたっていう話をしたじゃないですか。風紀、副委員長が葵くん でその頃名古屋のフォークソング連盟っていうのでねヒロくんも参加してくれてたんですけど、その頃僕ね吉田拓郎さんがとにかく大好きでね、寝ても覚めても拓郎拓郎だったんですけど、あのステージに上がる時の、まあ、芸名みたいなものをね、拓郎にあやかって、ちょっとあの自分で考えてみたんですけど、吉田拓郎の吉と拓を使ってその原淳の前に吉、淳の後に拓、吉原淳拓って言ってね、お坊さんみたいな名前でねソロでやってました。拓郎の歌をね吉原淳拓っていう名前でねやってたんですけど、ちょうどそれがね僕が風紀委員長だった時に学校の文化祭でね、僕はタバコを持ってて先生に見つかって、お前何やってんだってことになりますよね。当然風紀委員長でしかも学園祭で一番取り締まらなきゃいけない時にね取り締まられちゃって、それでその時頭丸坊主にして学校停学になったんですよ。丸坊主なんてそう短期間にね毛が生えてくるものではなくて、でまあ僕はあの吉原淳拓、まあ要は拓郎の歌を歌ってたもんだから坊主じゃやっぱかっこ悪いわけですよ。でお袋にもねだってね、あの今でも忘れもしません、オリエンタル中村っていうデパートにねカツラを買いに行ったんですよ。当時僕が17か8の頃ですからね、そんな男性用カツラなんてとにかくなくて、あのロングヘアのっていうことですよ、まあ、その中で一番拓郎らしいヘアスタイルのカツラをね買ってもらいましたけど、それがねいわゆる6-4 ぐらいに分かれた状態のカツラなんですよ。分け目が僕の左の方に分け目があって 6-4 ぐらいで分かれてるんですよね。僕丸坊主にそのカツラをかぶるわけなんですよね。と丸坊主っていうのはいわゆるたわしのような状態になってますわ、毛が。でしかも人間の毛って必ず、垂直に生えてんじゃなくてちょっと斜め横に向いてますよね。横向いて生えてる、だから自然に髪が流れますよね。でそれが短くたわしのように切ってあるもんだから、カツラを乗っけるとねその毛がなびいてる方向にカツラがどん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 移動していくんです。ステージで歌い出すと最初は左に分け目があったのが、歌っていくうちにどん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 そのカツラがちょっとずつちょっとずつずれてってね、 2,3 曲歌ううちに真ん中分けになっちゃうんですよね。ステージ終わる頃にはね、右が分け目になっててね、でそうなるとね何がまずいかっていうと後ろの後頭部の部分ってちょっと長くなってるんですよね。この長い部分が左の耳の方に来るわけですよ。そうすると分け目が右に来て後頭部の長い部分が左の耳を覆って、右の耳は、いわゆる裸の状態になるっていうね、すごく変なね形でステージを降りてった記憶がありますけどね。あ、カツラは動くんだ、カツラは回転してるんだ、まるで地球のようだねみたいなね、バカな。それではね、そんな感じの曲をまず1曲目今日聴いていただきたいと思います。昔作ったねコマーシャルソング、専門学校のコマーシャルソングを、僕のオリジナル曲としてねアルバムに入れました。諦めるな。必要なもの君の中に
めるな夢を叶える力君にだって君にだってあるさ。諦めるなという曲をね、聞いていただいています。とある、専門学校のねコマーシャルソングということで、もうずいぶん昔、20年ぐらい前でしょうかね、作りました。当時ねすごく、たくさんオンエアされてね、このメロディーを聞くとあこれ聞いたことがあるっていうね、方よく見えますね、それはまあまあお年だよとご自身でおっしゃってるということでもありますけどね。諦めるのは非常に大事なことですね。諦めたらもうそこで止まりますもんね。だから丸坊主でも諦めるなってね、そんなくだらないことで、諦めるなではないんですけど、今ね応援してくださってる方の中にもね、思春期のお子さんをお持ちの方も、見えるようでね、進学だったりまあいろいろ大変だと思いますけどね、まあ60年生きてみてね、やっぱりね大変な時っていうのはね、そういつまでも続くわけでもないし、回数もね僕の場合そんなにはなかったですね。なのでね頑張って乗り越えさえすればね、その後いい時間が必ず来ると思いますね。だけどそれは永遠に続くわけじゃなくて、また次のね、苦しいこと悲しいことがきっと来ます。それが人生のいくつかある節目になっていくわけでね、常にそんな時にね、諦めるなという気持ちでね、頑張りたいものですよね。陥没頭にしてはねいいことを言いましたね。そんなことで、またまたね皆さん証拠りもなくというか、よっぽど暇なのか、はたまたその、言いたいことが終わりなのかね、思いの丈をまた、お便りでいただきましたんでね、ちょっと紹介したいと思いますよ。ヒロ君と葵君もねコメントもいいんだけど、いっぺんちょっとお便りをもらったらどうですかね。君たちの覚えているね今池時代、エモーショナル時代、それは僕意外と忘れててね、彼らあのちょっとしたコメントの中にポツポツっと、あこんなことそばあったねっていう思い出すね単語があって、ハッとすることあるんですけど、あなたたちもね、暗闇でじーっと聞いててね、なんか目の前に知った話題が来るとパクッと食いつく、まるであんこうのようなね、深海のあんこうのようなそういう、聞き方ではなくてね、たまにはね お便りをねいっぺん出しなさいね、ちゃんとこうやって、ご紹介しますのでね、そうそう、じゃあお便りをね、ちょっと紹介したいと思います。メッセージ、先週は、梅の便りを届けていただきありがとうございました。もう春がそこまで近づいているんですよね。そう春です。いよいよ春ライブまで1ヶ月を切りましたね。やっと、クリスマスライブでは聞けなかった、ザ・シーンズの他の曲が、生で聞けるんですよね。ワクワクします。今回は、ゲストの方もいらっしゃるみたいですが、どんなステージになるのかとっても楽しみにしています。腰痛と戦いながら、ライブの準備をされているのかと思いますが、くれぐれもご無理をなさらないようにしてくださいね。グルコサミン効果があるといいですね。頑張ってください。匿名希望という方ですね。実はちょうど今ここでね、この方お話を出していただいたのでね、今ここで申し上げますけど、前にね、春ライブのお話をするときに、今回は、ゲストの方、楽器を演奏する奏者のゲストの方が入るというふうにお話をしました。それがね、非常に残念なことですが、ちょっとその方は中止になりました。なのでね、いわゆるオリジナルメンバーでの演奏となります。特にね、これといったゲストの方は予定しておりませんので、本当にねその、部分では申し訳ないことをいたしました。ちょっとねいろいろな、ことでね、残念ながらちょっとそのゲストの方は、取りやめになってしまいましたね。申し訳ありません。ただ
クリスマスライブの時のようなね、形、オリジナルのメンバーでね精一杯頑張りますのでね。そして今おっしゃったザ・シーンズの他の曲やろうと思ってますのでね、ぜひね、ご期待ください。それでは次の方のお便りです。だいぶ春らしくなってきましたね。庭の水仙もかなり咲いてきましたし、チューリップの芽も一生懸命土の中から、顔を出している感じがして愛おしいです。お体大丈夫ですか？あらゆるものを試してみて早く治しちゃってくださいね。ニコ、かっこ笑いからね、ニコに変わりましたね。ニコ。そして、ライブでは、お元気な仁王立ちでお願いいたします。ニコ。今日は、かっこ笑いにしてみませんでしたがどうですか？かっこ笑い、気持ち届きました？かっこ笑い。いやだから気持ちはねもちろん届いてますよ。これはかっこ笑いでもニコでもね、とても温かいお気持ちは十分伝わっております。そしてサプリメントや今までやったことのないものを、効果を待つ、つまり受け入れる話をしてみえたじゃないですか。ちょっと話が違ってしまうかもしれませんが、効果を待つというのは新しいものを受け入れるということにつながるのではと思います。そうですね、そう思いますよ。どうもその新しいものを受け入れる、つまり生活が変わるということが、苦手で不安が先行してしまっています。構えてしまうんですよねと、書いてあります。確かにね、僕は前にも言いましたね、中学校3年生の時にね、三田というおばのお家にね、預かっていただいて、一人で下宿をした時にね、もちろんおばの家族がね、いますよ。とっても優しいお姉ちゃんたち3人見えましてね、優しいお父さんとおばと、そしておばあちゃんと、まあ大家族だったんだけど、やっぱりね孤独感っていうのはすごくありましたね。特にね、まあお嬢さん3人見えるお家なので、まあ中3っていうとまあ立派な男ですからね、まあ、間違いがあっちゃいけないっていうこともあって、まあ、それとあとやっぱり一人でねちゃんと勉強できるようにっていうことでね、お屋敷の一番奥にねお部屋をいただいてね、まあちょっとお家の中でも、孤立した場所にね、机を置いて住まわせてもらってましたけどね、最初ねさあいざ向かうという時はねもうなんとも言えない、もうなんて言うんでしょう、暗雲立ち込めると言いますかね、鉛を飲み込んだような嫌な重い暗い気持ちでね出かけていきましたよ。だからまあそういう意味でね、長くなっちゃいましたけど、新しいものを受け入れる、生活が変わる、新しいところへ行く、まあこういうものは不安が先行してしまいますと。でうまくいく方に考える、効果がある方に期待して待つ、やらずして議論するのはナンセンス、つまり始まる前から不安に思うことは意味がないということをおっしゃってましたよねと。そうですね、まあ議論は大事ですよ。例えば政治家の人なんかはよくね議論する議論するって言ってますね。議論は当然必要だし、合議ね、みんなで決めたこと、これはやっぱり守りましょうというような意味では、当然議論は必要なんですけど、まあ議論だけしてやらないというのは最もナンセンス。これは何かが効果がないだとか毒性があるとか分かれば別ですけどね、そんな風に思いますね。僕はまずやってみよう、すぐにやろうという風に思うタイプなんですけど、そして、ごめんなさいね、いろいろ挟み込んで、でも自分の今までの経験上多分こうなるだろう、かっこ悪い方に思ってしまうんですよねと。つまりやったことのないことをやろうとするときに大抵悪い方へ行っちゃうよねと、まあ、思いがちだということですよね。それを回避したいと思いますがなかなか、ただ経験上の準備はできるのだから、前ほど悪くはないかもしれませんし、みんな成長しているのだから案外うまくいってしまうかもしれませんね。ニコニコ。そう思いますね。案ずるより産むがやすしってね、言いますけど、思い切ってね飛び込んでみる、やってみると意外とね行った先っていうのはね、いいことありますよ。
あのちょっとねまたここで余談になっちゃいますけど、僕がねその三田というね中学校に転校した時にね、まず一番悲しかったのが丸坊主ね、しかも冒頭で言いました、陥没してますよ頭はね。だからもう千春さんのようなねあんなかっこよくなくて陥没頭で丸坊主でね、で非常に寒かったですね、あの鈴鹿おろしのね、風がほんとビュービュー吹くね寒い季節にね行きましたんでね、もう本当におばには申し訳ないけれども絶望の地でした僕にとってはね、行った時はですよ。ところがねこれがその校庭を歩いて母親と一緒にその職員室にまあ挨拶しに行く時にね、その僕がそのいわゆる町から男の子が来るっていうのがどうも学校中にね知れ渡ってたみたいでね、もうとにかくあの大きい学校じゃないんですけど校舎のあのガラス窓に生徒がびっしり張り付いてね、僕と母親がその校庭男と男と歩いてくるのをみんな見てるわけですよ。でね、いや漁師町のね本当に田舎の小さな中学校のねあの鼻垂らしたような全員丸坊主の男の子と本当におかっぱ頭の女の子ばっかりのね、あそういうあの中学校に町からね男の子が来ると、もう本当にねあのジャニーズ的なね扱いでしたよ。でとにかくもうそのなんて言うんだろう、僕らがあのアクエリアスの時に高校なんかにお邪魔して廊下とか歩いてると遠巻きに見ながらついてくるみたいなね、そんなあの光景がねあってね、とにかくあの教室に入って、まあ、名古屋から来た原くんですよって紹介を受けて、机と椅子ここですよと教えてもらって、1週間経たないうちにね僕の机の中のあの棚っていうかそこにねお手紙がぎっしり入ってたんですよ。1週間経たないのせいぜい3日ぐらいの時に、いわゆるねこれファンレターですね、ファンというのとはちょっと違うのかもしれないけど、それでもなんかあの都会から来た男の子にね、初めましてみたいなね女の子のね手紙がびっしり入ってたのは本当に驚きましたね。一転してねあの天国のようなね居心地のいいところになりました。女の子からあの手紙をね本当にたくさん、もう卒業するまでの間どれだけもらったかっていうね、そういうそのだから最初はもう本当にね行きたくないな、ドナドナですよ本当にね、ドナドナ牛が引かれていくかわいそうだな、もうこれでお別れだねって本当にねあのそんな気持ちで行ったのが、ものの1週間経たないうちにねもう何とも晴れ晴れしい誉れ高き気持ちになりましたね。なんか不思議な空間と時間でしたね。なのでこの方おっしゃるようにね、そのやらずして議論するのはナンセンスだし、本当にね思い切っていくとね意外といいことはありますよ、経験上そうです。そして、エモーショナル時代のお話、そんな4つの流れがあったんだと初耳でした。若い時のお話…楽しそうに3人で、ブログのコメントして見えてよく分かりませんが、分からんですよね、楽しかったんだろうなと伝わってきます。本当に楽しかったですね。あのね、いつの時代でもねみんなそれぞれ楽しみ苦しみ悲しみはあると思うんですよ。だから今の若い人たちはね、若いなりの多感な感性でね今を楽しんでると思います。でもね僕や葵くんやヒロくんのね、まあこれはもちろんハーさんもアンくんもトンキーさんも本田もみんなそうですけど、僕らのそして僕の昭和のねこの今池時代バンド時代、これは誰よりも楽しかったと思いますね。これは比較できないけれども、僕のこの楽しみに比べたらね大したことないと思えるぐらい、それぐらい楽しかったです。本当にねもうこれはね大河ラジオになってしまうぐらい、楽しい思い出がいっぱいありました。一生懸命精一杯動いて食べて寝てた時代ですね。本当によく寝ましたね。また続きを聞かせてください。そして、どうでもいい話です。今洗濯機が壊れて修理の人を待ってます。最後の脱水に来ると何度やってもエラー表示が出ます。かっこ涙泣くこともあるんだ。自分で絞ったら手は冷たいし握力ないし、かっこ涙。本当に洗濯機ってすごいです。これはね貴重なことですよ。
ある時に気づかないのは、これはもう当たり前だと思います。失った時にね、改めてね、深く気づくこと、これは大事ですよね。失ってもね、気づかない人も中には見えるでしょうね。それは寂しいことだと思いますよね。普段当たり前のことができないとこんなに困るとは、洗濯機に感謝です。早く洗濯機直しに来ないかな。失礼しました。早く来るといいですね。そして、またお洗濯やってください。そんなことでね、今週はお二方、お便りをいただきました。ありがとうございました。ではここでね、ちょっと曲を聴いていただきたいなと思うんですけどね。普段ね、何気なく接しているものでもこんなに大切なものだったんだということをね、なかなかね気づく機会がありませんね。これは物は何でもいいんですけど、あ、こんなに、これの恩恵を受けてたんだとか、こんなありがたいものだったんだっていうことをね、気づくチャンスがあれば、それは非常にね、貴重な尊いものだと思います。愛に気づくとき、愛に気づく時という曲を、聴いてもらっています。今週の水曜日にね、岡崎に、行ってきました。ドロップアウトのね、2月の練習にね、ちょっと参加してきましたけれどもね、その時にね、あのラブリーさんっていうキーボードの方にね、コルセットをわざわざお家までね取りに行っていただいて、僕があんまり腰が痛いって言ってね、座って練習してるもんだから気にしていただいて、わざわざね、ご本人曰く熟女の香り付きっていうね、コルセットを、いただきました。僕生まれて初めてコルセットっていうのをつけたんですけど、やっぱすごい楽になりますね。本当にね、ありがとうございます。そしてね、メンバーの皆さんもで、高木さんなんかももう本当に心配していただいてね、我がことのように、あの時はこうだった、この時はこうだったってね、高木さんもねお便りをいただければ、人生の大先輩のねお便りを皆さんにまた、ご紹介したいと思いますのでね、気が向いたら、ね、またお便りくださいませ。そんなことでですね、前回そのエモーショナルっていうところまで行きましたね。それで、これからのエモーショナルからアクエリアスに向けてというところをね、今から進んでいきますけれども、前回からちょっと言ってますようにね、意外とね覚えてないんですよ。
それでね、覚えてる部分がまだらな上に、このまだらの書く断片が、時系列に整ってない、ね、違う順番で記憶してたりするもんですから、これ正しいことを知ってる人からするとね、ちょっと反感を買われそうですけれどもね、ああやって正解を申し上げますっていうようなコメントをねもらいましたよ。アクイレスに行かなきゃいけないっていうのに、つまり、はっきり覚えてないんですよ。エモーショナルからアクエリアスに行くってことは、エモーショナルがもう完全に終わらなければ次に行かないわけだから、何かでエモーショナル終わったんですよね。で、はっきり覚えてるのは、僕は前回も言いましたキングというところに行って、本田くん、トンキーさんと一緒になって、そして先週言いましたように3人でフュージョンのバンドを作ろうということになって、まあ、アクエリアスの、原点がそこでできたんですけれども、その当時営業っていう仕事が、まあ、結構あったんですよ。いわゆるそのプールサイドであったり、デパートの屋上だったり、例えばどっかの企業のパーティーだったりとかね、まあ、そういうところでね、演奏するというような仕事が、まあ、いくつかありまして、ただそれをやるにはね、やっぱり歌がないとね、それでまあある程度おしゃべりでお客さんを沸かせて、まあ、歌を聴いてもらうみたいなのが一番理想的だもんだから、歌も歌わない、おしゃべりもしない、ただ男が3人出てきてね、インストゥルメンタルのフュージョンやったって、これはやっぱ営業的には全然売れないバンドなので、できれば誰かちょっとおしゃべりして歌ってね、で楽器もやっぱりキーボードぐらい欲しいよねっていうことで、そこでハーさんっていう人がいるよという話が出ましてね、まあ僕もハーさんはその前から知ってたし、本田くんも知ってたんじゃないですかね。とにかくまあハーさんという人がいて、慶三バンドやってると、でそれがもう解散したから、今は一人みたいだよっていうことをね聞いて、でまあそれで、ハーさんやりませんかとっていうふうにね、誘って、まあいろいろありましたけれども、最終的にはね、岐阜放送の、ハーさんの番組でね、そのテープをかけてみたら、すごくまあ皆さんがね、いいねいいねというようなことで反応があって、でまあハーさんもなんかすごいいい評判みたいだから、本腰入れてやろうかというふうになったんでしょうかね。まあとにかくあとはね、もうみんながね、アクエリアスの後押しをしてくれたって感じですね。本当にね、僕らね、いつも言うように、僕らも確かに頑張ったけど、あそこまで行けたのはね、僕らの力だけでは、僕は思うんですけどね、いけなかったと思いますわ。やっぱりみんながあれだけね、応援してくれて盛り上がってくれてね、そりゃああされればね、そりゃ木にも登りますよって感じ。これがもう無反応でね、母さんがラジオでかけてもハガキの一枚も来ない、誰も何のリアクションもしない、うんともすんとも言わないじゃね、そりゃやってたって続いていかないと思いますわ。もうあれだけみんなが、ハーさん、ジュン君、本田君、トンキーさんってね、言ってくれて、まあ後半、アン君もね、言ってくれてね、あれだけあそこまで僕らはね、頑張れたと思いますね。やっぱ曲を書くとき、そしてその書いた曲を譜面にして練習場へ持ってって、みんなにね、今度こういう曲やろうと思うんだって、まあそういうね、一連の過程でね、常に頭にあったのはね、この曲を聴いたらみんなはなんて言うだろうとかね、また手拍子をしてくれるかなとかね、じゃあどういう曲が子たちに一番アピールするだろうとか、そういうことを僕はすごいね、考えてましたね。で、まあちょっと話いつものごとくそれちゃいますけど、僕はいつもね、マイケル・ジャクソンやね、郷ひろみの横に僕らのレコードは並ぶんだと。ね、まだまだアマチュアからデビューしたばっかりだからみたいな、そんな風ではね誰も見ないのでね、あの子たちがアクエリアスを応援してね、まあ恥ずかしくないような、特にファンじゃなかった人もいいねと言って引き込めるようなね、僕らであり曲を作らなきゃなってね、これえらいかっこいいことを言ってますけど、まあ本当にそういう風にはね思ってましたね。でまあ初めてね、やったライブが岐阜のふんにゃら堂っていうねライブハウスです。
もう今 あるのかないのか、場所がどこだったのかもわからないんですけど、そのフンニャラドはそんなに大きいお店ではなかったんですけど、確かねもうすごい数のいっぱいだったような気がしますけれどもね、とにかくまあ1回目のライブ終わって何とも言えない気持ちで帰りましたね。今ね笑ったのはこのフンニャラドのオープニングね、ライブのオープニングの時にね、もう行くんです事件っていうのがありましてね、この事件がね、ライブのオープニングにあるっていうところがまたね、その当時の僕らを物語ってるんですけど、いわゆるハーさんっていうのは慶三バンドだとか、その前にもずっとバンドをやっててね、で僕もそうですけれども、先週から言ってるようにヒロ君なんかと一緒にずっとエモーショナルやってきてね、いわゆるちゃんと聞いてくれるお客さん、ちゃんと聞かないまでも、いわゆるそのキャバレーとかそういうところで演奏するよりも、イベントだとか、そういうところでね、聞いてくれるお客さんのいるところで演奏してきた経験があるもんですから、ステージの進行をね、多少かっこよくやろうっていうこともね、心得てるわけですよ。やっぱりこうおしゃべりをして、しゃべりで引き込んで、さあ曲です、パーンと曲がスタートするとね、なかなかかっこいいじゃないですか、段取り的にね。でそういうことにずっと長年そういうことをやってきた人が、唯一トンキーさんだけはね、このキャバレー、夜のキャバレーのバンドの世界にずっといた人だもんだから、そういうその進行のねかっこよさ、パンパンパンと段取りよく進むっていうことがね、ああいうキャバレーのバンドではあんまりなくてね、これ悪く言うと、もた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 しながらね、ステージパフォーマンスとしてはあんまり洗練されてなかったんですよ、僕の知る限り。キャバレーのバンドっていうのはね、だから曲がトントンといくわけでもなく、一曲終わったらこうホステスさんとお客さんがぼーっと立って待ってるのに、じゃあ次これねってみんながペラペラペラと譜面めくってお客さんを待たせて、でチンタラと始まるようなね、そういうバンドも多かったんで、トンキーさんがそうだとは言いませんけど、いわゆるそういうところでずっと音楽をやってきたトンキーさんと、いわゆるショーステージみたいなことをね意識してやってきたハーさんと、そして僕らとやっぱ隔たりがあって、オープニング1曲目が確かね、春になったら、いつか春になったらっていう曲をその当時もうすでにレパートリーとしてやってて、それがねオープニングだったと思うんですよ。で母さんとしてはね、今日皆さんよく集まってくれたね、さあそれではアクエリアス行ってみましょうってね、彼独特の、そういう振りでね、パーンと曲がワンツースリーって始まるもんだと思って、さあそれではこの曲から行ってみたいと思います、どうぞみたいな感じで振ったら、トンキーさんがそういうものにね反応する体じゃないんですよ。いわゆるそのんっていう感じでね、僕とか本田君は分かるんですよ、じゃあこれ行ってみよう、パンと始まる、タイミングは自分の体の中に持ってるんだけど、トンキーさんは残念ながらそういうものが体の中になくて、キョトンとしてね、で母さんはさあそれではって言ったっきり、その演奏するポジションのまま動かないんですよね。でトンキーさんとしては、あれ、いわゆるちんたらとやる癖がついてたからかどうかわからないけども、とにかくもう一言あると思ったんでしょうね、さあじゃあやろうかみたいな。でトンキーさんは母さんが黙りこくったまま、僕も本田君も黙ってギターのポジション、ね、手で押さえてる。でトンキーさんがカン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 とやらないと始まらないもんで、でトンキーさんは、え、もう行くの、これってもう行くのかな、行くんですかって聞いたら、母さんがその時プチンと切れたんですね、もう行くんです、そんなことがわからんのかと言わんばっかりに、もう行くんです、もう行くんですって言ってね、一番格好つけたいそのアクエリアスのね、晴れの舞台の一発目ですよ、もう行くんですと叫んでね、その叫び声をかき消すかのようにトンキーさんが慌ててカウントを取ったというね、もう行くんです事件っていうのがね、これでアクエリアスのね歴史の幕を開けましたね。本当にね、もうたわけを引き連れてやるバンドは辛いですってね、しみじみとね言ってましたよ。そういうね、
そんなとこから始まってるんだからね。あんなあの厚生年金でね、白いスーツ着て出てきたりだとか、あ、よくあそこまで僕ら行ったもんですよ。演奏はね、ともかくやっぱりあのステージの運びとか、センスね、僕はあの自分のライブでももっとあのセンスよくやんなきゃいけないなと思うんですけど、まあよくあそこまでね、成長したと思いますよ本当にね。それであの話戻しますけど、とにかくね、僕らはそのふんにゃら堂で、まあ、あの大盛況でね、で放送にもあの番組に対するお便りとアクエリアスに対する、反応とかもすごくあってね、あの僕らは本当に曲作りと練習に打ち込みましたですね。さあそれではね、ここでもう一曲ちょっと聴いていただきたいと思うんですけど、これもね懐かしい曲です。ノーノーノー。そして、先ほどの続きですけれども、で、そうこうするうちに、まあ、初のね、ホールコンサート、南町ホールって言いましてね、そこで、初コンサートをやりました。でこの時がね、もう本当に僕ね申し訳ないと思ったんだけど、結構広いとこですよ。それはあのホールというぐらいですからね。でそこにね、とにかくお客さんがもう入りきらなくて、その入り口までもたどり着けず、ね、階段でビルの確か3階か4階にある、ね、ホールなんですけど、もうその階段の下まで、ね、行列が続いちゃって、もうお客さんがその階段から入り口まで来れないっていうぐらいお客さん見えてね、でも泣く泣く帰っていただいたという、本当にこれ僕ね申し訳なくてね、猛反省しました。それぐらいね、最初のホールコンサートはお越しいただきましたね。あとはね、まあ皆さんご承知の通りですわ、もうトントン拍子にね、デビュー、シングル、アルバムもどんどん行きましたけどね、まあアクエリアスに関してね、いろいろ申し上げることがあるというようなことを言いましたけどね、まあありすぎてね、今ここで一個一個順番に思い出すのも難しいし、思い出はねいっぱいあるのでね、もしなんならね、お便りでね、アクエリアス当時のこういうところでやったこの演奏、この時はどうだったんだとか、アクエリアスに関する、当時は言えなかった今だから明かせる、何かを聞きたいとかね、なんかあればね、お便りでね質問いただけませんかね。僕は覚えてる限り言います、ね、これはあくまでも僕の記憶だけで話をしますから、多少間違ってるかもしれないけれども、だからハーさん、本田君、トンキーさんに関してはあんまり僕はわからないので、アン君もね、まあそれでもいいですよ。もちろん僕以外の方のことも、何か聞きたいことがあればお便りいただければいいんですけどね、当時、これはどうだったんだ、あれはどうだったんだということをね、お便りで質問いただければね、それにお答えしようと思います。でね、だからこれは今回で終わりではなくて、次回以降にね、続いていけばいいかなと思います。
それではね、ここでちょっとね、長くなっちゃったんで曲を聴いてもらいたいと思います。アクエリアス当時の曲を、今の、僕が、リバイバルスで、演奏して歌っています。化石の恋。悲しすぎるよ君、化石の恋をね、聞いていただいています。これはもう本当に、アクエリアス晩年の作ですね。あの本当に最後の方の曲、最後のシングルがトワイライト&ミッドナイトでしたかね、最後のあのアルバムメモリアルにね、収めた曲です。物事を長く続けること、これはね本当に大変なことだなとね、今日でも先週もそうだけど思いましたね。アクエリアスは結局4年間、賞味4年間なかったかもしれないですね、4年弱ぐらいでしたね。本当に皆さんのねエネルギーでバーンと打ち上げてもらってね、夜空に大輪の花を一瞬咲かせてパラパラパラっと落ちてきたというイメージですね。もうその要は60年の人生の中で4年ですからね。まあ4年って15回あるわけでしょう。だからまあ15回あるわけでしょうっていうのは意味のない言葉でしたけど、まあでも長く続けてるバンドってねいるじゃないですか。まあソロ歌手の人でもそうだけど、本当にね僕は大変だなと思いますね。よく根気が続くな、そして、創作活動の意欲ね、これがよく続くもんだなと思ってね、本当感服しますね。長く続けているって、だから僕はね、まあ好か不幸かそれほどもう時間のない時に再開始めたんでね、これはもうやれる限りはね全うしようと思います。何年やれるかね分かりませんけど、まあ必ず限界、必ず終わりが来るのはもう分かりきったことなんでね、そこまでね、全力で頑張りたいと思いますよ。腰痛を吹っ飛ばしてね、頑張りたいと思います。冒頭に言いましたね、おざなりなおざり、これはねやっぱりその人となりですよね。人柄人格そういったものです。もうつまり個体差っていうことですよね。志高き人というか、まあ高いことももちろん大切なんだけど、志を持ち続けるこれは大切なことですよね。大先輩方を見ながらね、僕もね、頑張りたいと思いますね。大先輩がね未だ頑張っているわけだから、まあ例えばドロップアウトの皆さんよくねお話に出させてもらいますけど、7つ年上でらっしゃって、もうお一方ね僕の大先輩バンさんっていう人が見えますけどね、バンさんいくつなのかな、僕よりも5つ6つ上ですね。未だ現役でね、まあ現役って言えばハーさんもねもちろん現役できっと今でも歌ってるでしょう。そういったね、先を行く人、先に死ぬ人
まあそれは分かりませんけどね、頑張ってる以上僕もね、時間と力の続く限り、頑張りたいと思います。そんなことで、来週のラジオまで1週間、いとまをいただきたいと思います。それではまた来週、さよなら。